ワローズファンの皆さん、さらにはテレビラジオの前のヤクルトファンの皆さん、優勝監督インタビューです。東京ヤクルトスワローズ監督です。ありがとうございます。本拠地神宮で優勝を決めた今のお気持ちを教えてください。まあ、皆さんと一緒ぐらい嬉しいです。素晴らしい放出戦でした。最後丸山選手の打球が抜けていくときにどんな気持ちが盛り上げてきたんでしょう。そうですね、ちょっと気持ちの整理がついてないんですけども、丸山だけじゃなく、チームみんな、選手みんな、コーチみんな、スタッフみんなをここまで信用して信頼して、やってきました。そしてファンの皆さんも一緒に、チームスワローズとして、本当の今日のこの一勝がチームスワローズが挙げた大きな大きな一勝なんじゃないかなと思ってます。まずクライマックスがありますが、ポストシーズンに向けての気持ちをお願いします。
はい、今年2月1日のキャンプの時に、キャンプスタートする時にキャプテン山田が、この大きな高い山が壁がありますが、それを乗り越えていきましょうと言いました。一つ、壁を破ったのかなと。まだまだこれから高い山、壁が待っていると思いますけれども、クライマックスをしっかり戦い、その先の本当の大きな山にの頂点に達したいと思っています。これからも頑張ります。